初球から思いっきり振っていきました。ライトどうです、バックして右中間ですがセンター追いついた、辰巳完璧抜けたと思いましたけどね、はい、途中からすごい加速してきましたね。ここでした、これ1回では収まらずにバッサーグローブの先っぽですね、もう一番の弱いところだったんですけどね。アイスクリームコーンキャッチ見せました。最後しっかりとまたねグラブに収めました。グラブの先にねボールこぼれかけていましたけれどもね。